周の利安洋寛永八年は、安土桃山時代から江戸時代にかけての臨済宗の僧。字は、周白、法意名は、恵みよう。吉川氏の菩提寺である西禅寺の住職。天文十九年に岩見国に生まれ、天正元年に修行のために上落した。上落中には、新女寺の住職になり、帰国後は法恩院の院主となる。天正十年に、 罠かの後を継ぎ、秋国大町新町にある吉川氏の菩提寺、西禅寺の住職となった。毛利氏の吉川元長とは、信仰が深く、同年代の気安さからか、互いに遠慮ない交友関係であった。上洛中にめぐまようは、天竜寺の削減終了の書状や扇子を元町に送るなどして、信仰を深め、上洛中に、 元長から書状をもらって以来、天正15年の元長林十字の書状に至るまでの元長の自筆書状を整理し保存していた。また、元長と協力して物書を広く収集し書写競合を行っており、様々な物書を互いに対釈し合って研究している。慶長5年の関ヶ原の戦い後、毛利氏が傍聴に過酷に原報されると、恵みようは教理、京里、 岩見国の霊光寺に陰性した。現七年間の初め、吉川広家に招かれて、相王国岩国の栄光寺の住職となった後、寛永八年に死去。恵み王が整理していた元朝書場は、この後も栄光寺で保存されていたが、大正十二年に吉川家に所蔵されることとなり、昭和七年には吉川家文書別集に収録され刊行された。また、 慶長20年制作の恵み用の肖像画が山口県岩国市の岩国町古館に所蔵されている。ありがとうございます。